こんにちは、ルイです。今日は2022年水耕栽培の失敗した出来事5つについてお話をいたします。水耕栽培を始めて2年半が経ち、少しずつ上達してきましたが、正直まだまだ失敗はあります。今日は私の失敗を包み隠さずさらけ出そうという動画になっております。自らの失敗を振り返りまとめることで今後に役立てようというわけでございます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきます。今年失敗した5つの出来事、1つ目はサラダ菜を葉焼けさせたことです。光が強すぎたり長時間光に当たっていると葉焼けを起こしてしまいます。普段は植物育成用 LED ライトを使って野菜を育てているのですが、ライト単体ではタイマー機能がついていないので自動で電源をつけたり消したりしていました。なので1日外出をしていると16時間とか光に当たってしまっていて、全体的に葉焼けを起こしてしまいました。その後タイマーを購入して自動でライトの点滅ができるようになってからは、葉焼けを起こすことはかなり少なくなり、綺麗に野菜を育てることができるようになりました。最近は1日12時間の設定にして野菜を育てています。私が使っているタイマーは Amazon で1つ1000円ほどで購入したものを使用しています。以上、サラダ菜でした。今年失敗した5つの出来事、2つ目はクレソンの収穫時期を逃して固くしてしまったことです。クレソンはもともと水辺などで育つお水が好きな植物です。今年の6月にスーパーで買ってきたクレソンを水差しにして育てていました。こまめにお水を替え、根が生えるところまでは順調だったのですが、暖かい時期だと成長が早く茎や葉が育ちすぎて硬くなってしまいます。それを知らずに放置していたらどんどん大きく育ち、あっという間に倍ぐらいの長さになっていました。収穫時に硬いなぁと思ったのですが、炒めればしんなりして食べられるだろうと思い炒め物にしました。実際に食べてみると茎は木の枝のように硬く、とても食べられたものではないと思いました。次に育てるときは早めに収穫したいなと思っています。以上、クレソンでした。今年失敗した5つの出来事、3つ目はバジルとシソがハダニにやられてしまったことです。7月にバジルとシソを育てていたのですが、ハダニの被害に遭ってダメにしてしまいました。ハダニとは植物につくクモでして、大きさは1ミリ以下と小さいですが、メス1匹で無限繁殖します。他の植物から来たり風に乗ってやってくるので完全な防除は難しいです。水に弱いため毎日葉水をしてあげることが予防となります。ハダニの被害に遭った時は葉水を怠っていたため、一気に繁殖して葉がやられてしまいました。新しくスプレーボトルを購入してからは葉水が楽になり、それ以降はハダニの被害に今のところは合っていません。これからも毎日の葉水でしっかり予防したいと思います。以上、バジルとシソでした。今年失敗した5つの出来事、4つ目は育てた葉大根を捨ててしまったことです。ヨーグルトの容器を使ってベビーリーフを育てていた時のことでした。ベビーリーフの種はいろいろな野菜の養養がミックスされていまして、小松菜、チンゲン菜、水菜は分かったのですが、私は葉大根を知らなくて、生で食べた時の葉のトゲトゲがどうも苦手で捨ててしまいました。動画で野菜の名前を聞いたところ、視聴者さんに葉大根と教えていただき、そこで初めて知りました。葉のトゲトゲも炒めたり茹でたり加熱してあげると食べられるとのことでした。それを知ってから育てた時は葉大根とじゃことのおにぎりにして食べました。細かく刻み炒めたらトゲトゲも全く気にならず美味しくいただくことができました。以上、葉大根でした。今年失敗した5つの出来事、5つ目はリボベジしていた人参の葉っぱを腐らせてしまったことです。正確にはお水に浸かっている根の部分を腐らせてしまいました。今年の7月に人参の葉を再生栽培していまして、キッチンの周辺とお部屋の野菜工場の2カ所で育てていました。今年は気温が高くなるのが早く、冷房をつけていないと室温が38度とか40度近くになる日もありました。リボベジをするとき成功するコツはお水をきちんと変えることでして、特に暑い時期は朝と夜の2回は変えていました。それでも外出中の冷房をつけていない時間帯とかに水温が高くなり、いくつか腐らせてしまいました。リボベジは基本季節関係なく育てられるのですが、さすがに40度近い猛暑となると腐りやすくなるので、来年は真夏を避けてリボベジを楽しもうかなと思います。以上、人参の葉っぱでした。はい、水耕栽培の今年失敗した5つの出来事についてお話ししました。いかがだったでしょうか。私と同じ失敗をしたとか、こんな失敗してしまいましたとかありましたら、ぜひコメントに書いてみてください。
もうすぐ今年も終わり来年になりますが、来年もまたいろいろな失敗をするかと思います。それでも失敗をまとめて振り返ることで少しでも自分の成長につながればいいかなと思っています。これからも園芸を楽しんでいきたいですね。最後に、このチャンネルでは主に水耕栽培で育てた野菜の成長記録や育て方を動画にしています。他にはエアプランツや観葉植物の動画もありますので、興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter もやっていますので、そちらもフォローいただけると嬉しいです。メルカリにてエアプランツホルダーの販売もしておりますので、おしゃれにエアプランツを飾りたい方ぜひチェックしてみてください。それでは今日の動画はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。